始まりました。はい、ユミックスさん、こんばんは、いらっしゃいます。ありがとうございます。声聞こえてますかね大丈夫ですかうん、うん。リコフ、こんばんはえ。聞こえてます。ありがとうございます。ピコさん、こんばんは、ありがとうございます。えー、ERC さん、こんばんは。コクワさん、こんばんは。CD さん、シンセサイゼさん。こんばんは、ありがとうございます。いらっしゃいませ。 えー、ドキドキさんこんばんは。いらっしゃいます。ありがとうございます。えー、ニーナさんこんばんは。ありがとうございます。嬉しいですね。オリンピックやってる中、えー、来ていただいて嬉しいです。シャンティさんこんばんは。ありがとうございます。うん。うん。イッチーさんこんばんは。ありがとうございます。これ今日、エアポッツで、 今話してるんですけど、音は大丈夫ですかねちょっといつもよりは悪いかと思うんですけど、これがすごい楽なのと、あと、会社道さんの音とこっちの方が合うんじゃないかなと思ったんですよね、マイクが。うん。なので、ちょっとこっちをやっておりますえ。もし、あの、音が悪かったらイヤホンマイクに変えますので行ってください。えバスケ見てました。いいっすね。僕、サッカーがこの後楽しみです。 クッキングユアパパさんともこあいさん、こんばんは、ありがとうございます。はい。会社道大先生、いらっしゃったようです。では、早速お呼びします。はい、はい、こんばんは。聞こえますかもしも聞こえますか聞こえますかエアポッツにすると、えっとね、ごめんなさい。はい、あれだ。 やっぱよくないな、いこれ。ちょっとイヤホンマイクに変えますね。ごめんなさい。はい。エアポッドだと、会社道さんの声がなんか聞こえてこないわ。聞こえない。うん。なんでだろう。なんか、なんでですかね。なんでですかね。はい、もしもし。はい。あ、そっちの方がクリアかもしれないですね。そうですね。こっちの方がやっぱクリアかもしれないですね。はい。 はい。ですね、じゃあ、ちょっとこっちでやるようにします。はい、はいどうも。ファイ e f i r ファイヤー,ーはもう増えてますか <laughs> いじゃあ古いか、ね、<laughs> 古いとかあるんですかこれ <laughs>。古いっすよ。もう、都市伝説で言えばフ、<laughs> フリーメーションとイルミナティーぐらい古いは。いやいや、俺とあなたが知り合ったの今年でしょだって、まだ。まだ1年経ってないじゃないですか。 実際に会ってから。そか古いも何も。まだまだ現役ですって書いてますよ。現役ですか。俺はあのー、申し訳ないけど今年いっぱいはファイヤー擦り続けますからね。そうですか。<laughs> 俺の中ではもう古いなと思ってましたね。はい、<laughs> いいっすね。流行のサイクル早いですよね、さすが。<laughs> さすがですね、うん。凍っていかないと。まあ,まあね。この世界はもう大変ですよ、ね。いやでも本当ですね。どんどん目まぐるしく情報がね。 変わってってね。そうですね。追っていくの大変でしょうね、本当ね。お互いね。マジで。はい。うん。まああの。えっと。うん。皆様のおま、はだんだんと集まってきてますね。そうですね。どんどん増えてますね。ありがたいことに。すげえ。ありがたいですね。みんな期待してるんですね。期待期待。期待されるほどの話ができるかどうかわかりませんよ。今日は。 はい。オリンピック始まった始まりましたね。うん。でね、柔道って、もう非常に俺は胸くあの、ね、なんか早速ちょっと問題になってますね。そうです、俺も、まじ、ガチ見てて。マジですかそう、リアルタイムで見てて。いや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 、おい、審判、お前は退場だ、あの、僕、さっき、ついさっき、ツイッターで流れてるの見たんですけど、あの、落ちちゃったみたいですね、永山さん。 そう落ちて待ったってた後とにずっと締め続けてたから落ちたあれはひどいなと思いましたねでそれでそう永山君はずっと降りなかったんですよ納得いかなくて降りたらもう認めたことそれもう見ました握手を求めてるけどあの握手もだからモニターを要求してたけどそれも却下されて くそうですね。あれはもう覆んないんですか、絶対に。覆んないんだね。いろいろとその審判員が日本のね、なんかいろいろと話してたの。で、話してたところに向こうの運営員がオリンピックの。もうこっち邪魔だから行けみたいなをてそうなんだ。これマジクソだな、こいつら。それはちょっと印象良くないですね。しかもね、開会式の翌日のいきなりの試合でね、 昨日、昨日でしたっけ、セリーヌ・ディオンのさ、愛のサンで、大々的に、あれも感動でしたね。いや、感動でしたね。セリーヌ・ディオン、やっぱ、すごいっすね、生歌でね。あの人はしかも病気明けでしょ、あの人。ねそうです、そうです。あ人は、全然歌声変わってなかったっすね。変わってないし、やっぱもう、レベルが違いますね。違いますね。歌の歌のいや、違いますね、あそこまでいくと。うん。 そこまでとあそりゃあねエッフェル塔のど真ん中で歌うだけありますよねやっぱねまあそうですねあんなことは凡人にはできない凡人にはできないですよねあれねできないですあれなかなか厳しいですよねちょっとレディー・ガガが僕太っちゃってびっくりしたんですけどねいやでもその辺のアーティスト太っただってマライア・キャリーだって一時期すっげえマライア・キャリーもひどかったっすね 最後まで見ないで途中で寝ちゃったんですけど、うん、僕開会式は朝起きてあのダイジェストで見て、うん、セリーヌ・デュオのとこは本当すごかったなと思いましたねあれ,はあ,れ,あ,れあそこだけでいい,と思うんいですか <laughs> うそうなの <laughs> いやもう、あそこ、あそこ見たらもうほぼわったこれはすごい開会式だったなって感じになりますよね、あそこ見たらね。そうそうそう。あれはちょっと鳥に持ってきて大正解だった感じですかはい、そうですよ。もう、3年前でしたっけ ?3 年前の東京オリンピック。何ですかあの、東京オリンピックの時に、僕、ね、鳥誰でしたっけ 大う、長島ですよ。いや、ちょっと待って。それはいいじゃないですか。おう、長島では61歳。こんな荒れんの今日の配信。いきなり。こんな荒れんのおさんと長島さんをディスってるんじゃない俺はおさんと長島さん。わかりますよ。すっごいディスってるすもちろん、もちろん。野球やってたすええ、野球やってたんですか小学校。 小学校二年、3年から4年の2年間野球少年で、で、その時には原さんに憧れてた。そうなんすか。え、王さんが監督だったんで、王さんと、それに、その後に長嶋さんはほら監督として。そるじゃないで、ビーイングのアーティストと一緒に歌も出したでしょ知らねえ、それ。果てしない夢を。知らねえ。あの、ワンズと、ワンズと、ディボランだそうなんだ。なんかそういうのはあるんですよ。全然知らなかった、それ。 だから王さんと長嶋さんに対するリスペクトがすごいんですだからこそ俺は言いたいんですあんなオリンピックのねあの開会式であの2人を使うの道具にすんじゃねえよ貴様だってバカなのか海へ荒れてますね今日いきなりこんな荒れたスタートになると思わなかったっすよいやまあいいんじゃないですか全然いいっす全然いいっすあそうそうニナさんが言ってる ビーズ・レフ、ザードワンズ。そうそうそう。それに長島茂雄さんが参加してる。なんでこのメンツでミスターなんすかミスターが、その時ね、あの、ジャイアンツの監督に復帰してて、復帰した当初でミスターの全盛期だったんですよ。多分だからビーイングがそこに目つけたビーイング全盛期、まあそうですよね。ただ、この歌っていうのが名曲なんですけど、長島さんのパートに行くと、なぜか笑ってしまうっていう。 ちょっと待って、なんて曲、なんて曲。果てしないよね。ちょっと後で絶対見るわ。聞いたことあると思いますよ、絶対に。ん野球もビーングも全然興味ないから。ま、あ多分。なんで興味はるビーングはいいじゃないですか。俺、ワンズとか大好きですよ好きだったんですか。ワンズっていうのは。俺も、あの、洋楽だったから、完全に。 うん、もうこの辺の方は、まあ、今は別にしないですけど、もう馬鹿にしてた感じですね、当時。だって、ビーズもワンズで、うん、あ、ビー、あ、ビーズじゃないね。ビーズ入ってないです、皆さん。ビーズじゃビーズ入ってたらすごいでしょうね。ジーグチームいいのそう、ジーグ、レフ、<laughs> ザード,エンドワンズ。ジーグとレフって知らないよ、でジーグはね、すごくいいですよ。はー。 高山さんという人がボーカルなんですけど、うん、めちゃくちゃかっこいい。全然知らなかっったちょっと後で聞きますちょっと自分の無知さを誘そはじてますよ、うん、今僕。<え>自分の無知さをはじてます。これはね、売れたから聞いたことあると思いますうす、ん、本当にはい、売れました。売れたし、あのカラオケでもね、うん、結構歌われる。じゃあ、昨日だっかもな、やっぱ散々みんな歌ってた、うんねカラオケで。 サンサン歌ってましたし、<ー>ワンズとかティーボランって結構歌われてたんで、はい、あとビーズね、ビー,歌ったビーズ。てたみんなそう、ビーイングといえばやっぱビーズかなっ歌ってた、歌ってた。すごいですね。情報の幅ほんと広いですね。クッキングやパパさん書いてあるように。まさか野球少年だと思わなかったですね。そう、野球からサッカーに行ったんですけどね。それで、え、野球からサッカーもやってるんですかサッカー部でしたマジで,で,マジでじゃスポーツマンだったんですね。 スポーツ好きでしたね俺が経験してるのはそれと野球、サッカー、ボクシング。ボクシングボクシングちょっと待って。嘘でしょうね。ボクシングが6年。あと6年、キックボクシングが1年。あと MMA が8ヶ月。MMA って何すか総合格闘技経験者なんですかでも8ヶ月ぐらいだからあんまり言えない。ちょっと待って。 何 <laughs> あんた何なのマジで本当に。8か月ぐらいだからね、うん、ほぼもう挫折で。ボクシングとか格闘系は何歳ぐらいの時ですかボクシングはね、だいたい二十歳ぐらい、うん。えぇ、ー。二十歳、二十一ぐらいか。え、なんでなそっからなんで悪魔に行ったんですかじゃあ。そこが悪魔じゃないですか。うん、悪魔のささやきを聞いたのです <laughs> 全然わかんない。何言ってんのか全然わかんないです。<laughs> 飲んでます、今日。 持ってないし、俺のは,はあ、そう、それでお借りになってどんな情緒ですかって書いてありますよ。ああ、うん、それはね、まあ、なんででしょうね、それはね。<laughs> まあ、いろいろあったんですよ、ね。<laughs> <laughs> 人生の、人生はいろいろと、谷あり。谷ありい、ね、やいやいやいや、谷あり谷あり。まあね、ちょっとかなり破天荒な人生をね、 ってね、歩んでらっしゃいますからね。そ,<う>それをもう売りにしていくしかないですよね。うん、会社の場合は。うん、だから、反ワクチン派の意味がわかんない、うん。なんで、なんで、なんで、なんでだって、反ワクチンってさ、うん、要は、ワクチン危ないってことでしょ、うん、はい、いはいはい。危ないってことは、長生きしてるかそうん、そうっそうすね。そうす長生きに何の魅力があるんだよ、<laughs> でも。ちょっと、なんで <laughs> なんで長生き でも、長生きこそが陰謀ですよ。なんで荒れてんのん人が長生きするってことはね、全然幸せなことじゃよな,な,なんで,で、ちょっちょ、そこから行きましょう。なんで、なんでですか地獄ですよ、もう,生きていう。なぜですか哲学的な話になってますね。うん、え、だったら俺は、この福祉業界で働いてるから、はい。なるほど。そっか。そこに来るのか。そうですまあ、そこに闇はね、確かにあおっしゃる通りありますよね。闇、闇というかね、うんうん、もう闇ですね。 まあ、そんだけね。まあ、元気にね、うん、まあ、元気で健康に長生きするんであればいいんですけど、そうもいかんですよ、そ,そ,うそうですね、そこの延命というのが、ビジネスと経済につながっているところがね、残念ながらありますよね、そ,<う>そこは僕でも分かります、ちょっと。うん。うん、だからけ、まあ、体は健康でも、ほら、認知症になったりするし、はいはい、ね、うん、そういうこともあるので。うん 長生きが必ず幸せになるとは、それはね、は言えないのでの。ちょっとね、たま、もうタイムリーなんですけど、僕、き久々に昨日、ふと思い立って、黒沢明のね、はい、生きるを見ちゃったんですよ。いやいやう <laughs> んでおかしい何やってんすか俺の方で、俺のセリフでしょ <laughs> 黒沢明の生きるは別にいいでしょ、<laughs> それ。 <laughs> 何やってんすかいいすおかしいでしょそれ俺のセリフだよ。いいですけど。<laughs> うん、でではい、そんでなんで昨日ででわかんないけど、ちょっとなんか最近夜中映画見る感じになって、古い映画見たくなっちゃって、黒澤明の生きるを見たら、まあ、見ました生きるって。見ました見ました。だって、役所でずっともう勤めてる、もう初老の男が,が癌の宣告されて、 ずーっともう3、40年間、うん、生きてんだか死んでんだか分かんないような役所仕事をして、はいはい、最後の残りの半年でようやく生きるっていう話じゃないですか。うん、そうなると。うん懐,かね、懐かしい。ですねい。や、うん、俺は俺にとってはもう昨日、タイムリーで見て。昨日ね。もうあのブランコのシーンで感動しまくったから。だってあれ何年代の映画だ ?1950 年代じゃないですか、多分。もう全然もう、うん、こっち、ここにいる誰一人生まれてない。誰も生まれてない。僕ももちろん生まれてないし。 生まれてない。多分52年とかだと思うんですけど。いや、めちゃめちゃ前です。戦後、間もなくですよ。7、うん、人の侍が確か54年だから、その前だから、そんぐらいだと思いますね。確か俺が見た時点で、うんあ、知ってる俳優さんはもうほぼいなかったで、ねはい。そうっすよね。志村隆さんなんかもういなかったんじゃないですか、だって。もうい、ね、その時点。もう生きてる人もね、出てないっすよね、あれね。 でももあのね、ちょっと久々に見てください、生きる。もう今見てもわかりやすい、あれなな。なんか配信してますえっと、僕はユーネクストで見ましたね。あれはちょっと入ってる人あんまり多くなさそうだから。そう、ユーネクストアマプラとかではあるのかなアマプラか、うん、ネットフリックス。だから大人になって見るとね、きますね、かなり。 特にこの我々の年齢になってくると、もうすぐ50じゃないですか、我々も。その年齢になってみるとね、かなり来るものがありますね。本当ですか。それこそ、あの、んですかね長、長まあ、うん、意味のある長生きだったら悪くないな、みたいな。うん、それだったらね、うん、まあ楽しんでる。だ,だって70代とかって、今のね、はいうん、70代って割と元気に。はい 趣味を過ごしていたり、割とね、70代でもビジネスやってる人たちはい、い全然いますね。信じられないぐらい元気の人いますよね。そ,そうなったら別にいいんですけど。うんはい、そうですね。今まで現役でバーって働いてて、うんうん、急に仕事を辞めちゃうと、はい、すっごい体力の衰えと、はい、あとね、やっぱり来ますね、うん、頭、頭の認知的なものがちょっと弱くなるいま、ね。 やっぱね、うん、ずっと仕事一筋でやってると、それがなくなると燃え尽き症候群みたいになるってね。うもう、そう、そうなっちゃう人多いっすね。んそんなるとだから、あの、ちょっと待って、この会話ダメじゃないね。初老、はい、初老の二人がする会話じゃないそれ。これ。<laughs> あの <laughs>、いいけど、何 <laughs> ちょっと待って、会社のさん今日世間話しに来たもしかして。 <laughs> そ,うそうそう、違うっす <laughs> 全然、がっつり、がっつりオカルトの話を僕は聞きたいんですけど。あ、オカルトの話だ。はい、あ、そうか。って言ったじゃないですか。あ、そう,そう,うあの、柔道でやっぱ頭カっトんじゃってるじゃないですか、もう。<laughs> あ、そうそう、あれが腹もう完全にその怒りが伝わってきます、もん、うん、まあ、こういう話もね、ね全然いいんですけど、も、てか、会社動さんの追い立ち自体がマジオカルトだから、 会社同さんのオカルトをもう生まれた時から聞くっていう配信もやってみたいぐらいですよ、僕は。そんなことないですよ、普通ですよ。普通じゃねえよ、全然。普通ですよね。いやー、ちょっとね、掘るとまだいろいろ出てきそうですけど、ちょっとごめんなさい、仕きらしてください、じゃあ、もうここで。18分経ってますから。あれ、もうこの世間話で18分経ってますよ。はい、むう、いつかしきって。はい、あの、今回はですね、まあ、あの、ここ、 二三ヶ月ぐらいずっとゲストで出てもらってる。<laughs> <laughs> もう,もうなんか陸車道チャンネルみたいになってんだけど、最近。あ、飽きちゃっても。いや、飽きてないっす。飽きてないっす。イイいら、いらないです。飽きてないっす。もう,もうこれはもう、みな、うん、皆さんの期待値がね、高いですよ。<laughs> はい。なので今日はちょっとね、タイトルの通り、悪魔研究家、会社道さんにいろいろ聞こうという強いタイトルをつけまして、うん、まず僕からですね、 会社道さんにいろいろ2、3質問をさせていただいて、えー、も、はい、もちろん、お分かりになる範囲で、お答えできる範囲でお答えいただきまして、無理なく。で、その後、はい、皆さんからのその質問を受け付けるコーナーという流れに行きたいと思います。いいですかはい。わかりました。はい。わかりました。というわけで、じゃあ、いいですか始めますよ。ああ、はい。研究家、会社道にいろいろ聞こう。イヤーファイヤーファイ <laughs> わ、ファイヤーはね、もう、飽きてないよ、ほら。飽きてる、飽きてるわけないじゃんだって、ファイヤー。いいですかじゃあ進めて。いいですかいいですよ、いいですよ。まず、あの、聞きたかったのが、先週のあの、ライブ。やばいライブ。やばい話をするライブ。 あ、なんかありましたいやいやいや、先週でしょだってあれ。先週末でしょそうそう。なんか話したくない早速早速今日昼感じいや、俺負けたし。優勝するって言ってましたもんね。優勝するって言ってましたね。負けました。あのね、やばい話。はいはい今夜だけじゃない。ない。いや、でもね、150人ぐらい。 150人は嘘か。100何人か、120人。そのぐらい入るんじゃないですか、テイクオブセブンって。まあ入るんですけども、よく集客できたなあまあ結構、だから、話題というか人気のライブだったんでしょうね。うん、そうですね。まあそれぞれが、まあそんなに活動してる人たちって実店舗もけど。そ思った。聞いたことない人ばっかりだった出た人。人ばっかりで。その中で、その運営さんから、もう今だから言いますけど、 アイシャドウさん優勝候補ナンバーワンですよ。おそうなんだ。はいはい。要はね、オーディションみたいなのをやってて、うん、俺が何話か話して、じゃあこの話で行きましょうってもう運営さんから言われてたんですよ。あそあもう、そあのネタをこれで行ってくれって言われてたんだ、もともと。そうなんですよ。すごいだからほら、階段の賞ーレースとかって、うん、例えば、A ブロック3人いたら、うんはい 最初の人がこれ話した、2>, うん、2番目の人がこれ話した、3番目に俺だとしたら、うん、あこ,この流れできたら、用意してた話はこれだけど、いや、これでは勝てないから、これでいこうみたいなのあるじゃないですか。うんうん、それができない。ああなるほどね。ああ、うん、で、結局、あの、どんな感じだったんですか、手応え的には。手応え的には、うんうん、まあい、いけたかなと思ったんですけど、 優勝は結局誰だったんですか優勝はね、うん、なんか女性で<ー>映像を使った女性だったんですよね<あ>映像のあ何、うん、俺もだからバックヤードにいたんでその映像自体が見れてないんですけど映像とか使ってもいいイベントなんですかいや知らなかった、えー、<laughs> それ結構のアドバンテージじゃないですか映像とか画像とか使っていいそうなんですよね、うん、だからそこがねちょっとふわふわっとしてたんでだから まだね、第2回目なんで大会としても。ちょ回目なんで。ふわふわっとしてたんで。ああ、そっかそっか。まあでも、ふわ,ふわっとしていいじゃないですか。そういうのはやっぱ出てね、あの、実績作ることが大事だと思うんで。まあそうね、うん、そこでできる人脈もあるんし,たしそうそうそう、優勝とかは別にいいと思いますよ。ここね、うん。うん、じゃあまあ、そこでね、今度、あの、やべえ話のね、はい、取材をさせてくれるっていう、うん、ああ、そうなんですか。い、え、や、ー、よかったっすね。だから、うん。 そう、だから出ることにね意気、うん、があるんじゃないですかいや絶対そうだと思いますああいうのは。で、うん、つながり作って会社堂伝説築いていくんですよそれで。はい、いや伝説を全くね俺はただの空気バックヤードでただ神社エール人だけですから。まあでもあのー、ご本人がねそうい,いい経験になったっていうんだったら良かったと思いますね。うん。うん、そうですね。なるほど。まあ、まあちょっとそれねどんな感じだったかお聞きしたかったのと。 あと、今日はあれですよ、まずは。はい、先生。シャドウ先生。はい、何ですかあれっすよ。すかあれがか。シャドウさんが、うん、サンチャーのポルターガイストを見た後に、起きた怪奇現象。はい、その話してほしいわけ。ああ、はいはいはい。はいはい、頼むよ、シャドウちゃん。行っちゃったよ。分かった分かった。早い。<laughs> あれ、そういえば話してなかったかそれを、じゃあ、お話しし、じゃあ、それね引っ張ってそれ、めちゃめちゃ先月から、これは来月とか言ってるから。<laughs> そうそう、だって、あの時ってもう時間が長かった、うんか。まあ、長かったけど、そう,そうそう、だから、それをめちゃめちゃ僕、楽しみにしたんですよ。じゃあお話しし、はい、お願いします。からお願いします。えっとね、うん、三社のポルターゲスト、はい、陸さん、どこで,見たで,で僕は新宿ですね。でしたっけ 僕はね、渋谷のヒューマントラストで見ようかと思ったんですけど、時間が合わなくて、夜しかやってなかったんで、俺は昼間行きたかったんで、池袋の近くまで行ったんですよ。結構ね、もう、昭和の香りがしてます。昭和、あそこは結構年季入ってますよね。僕もカメラを止めらい時行きましたけど、あそこ。あ、マジっすか、あそこで。で、あそこの2階で上映だったんですあ、2階だったんですか。 二回行って、で、俺は、まあ昼間、まあ私服で帽子かぶって、キャップかぶって行ったんですよね。キャップなんかかぶるんすかあの、キャップかぶるあの、NASA ってい赤い、赤いね。ちょっと待って。えちょっと待って。ごめんなさい。え、何プライベート、プライベート NASA のキャップかぶってんすかかぶったんです俺だって、宇宙大学。 あの、チェッカーズボじゃないんだ、じゃあ。違う違う違う。チェッカーズボじゃなくて、プライベートは NASA の帽子ぶってるんですか ?NASA、NASA って書いてある赤い帽子をぶって行ったんです、その時には。ちょっと面白い、それ。なんでよ。今から俺、なに俺、怖い話してみちゃうの会社のさ、それ、わざで言ってるでしょ、それ。嘘でしょ、それって。いや、本当じゃあ、これじゃ写メ送りますよ、NASA の。写メ送 じゃあ、送ってください。ポスト、いや、ポスト、はい。この間なんかやったまマジで送って、マジで見たいっす、それ。帽子かぶっの帽子かぶってる会社どうぞ。あ、帽子かぶってる俺は。まあ、じゃあ、映します。あ、お願いします、お願いします。めっちゃ見て、それ。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとあの、話の腰折り狂っちゃってごめんなさい。はい。で、それで、扱って、 はいはい。はで映画見てあここはすごいなと。でこれはちょっとないでしょうみたいな一人で一人で見に行ったんであの仮面のね。仮面の男ね。ダンスのやつとか仮面の男あれとかも考えながらねパンフレットを一応書いてまあ見たわけですよ。で映画終わりました。そして 2階からねこう1階に降りてくるんですよね。ああーまあ撮りますよね。ああでも向こうってまた再入場すると店員な何か言われるんですよスタッフに。んかだから面倒くさいなと思って、うん、あそうだ1階に上る。うん 階段の前に三茶のポルターガイストのポスターがあったなと思ったんだけどそこのポスターがもうすでに次の映画に変わってたんですよ。ああと思ってそう、外に出たんですよね。外っていうのが池袋ロッサの外っていうのがもう大通り車通りなんですよね。車通り。で外に出たら外にもポスターが貼られてたんですよ。 ラッキーと思って写真をこう撮ってたんですけど、うんはい、なかなかね光が当たってうまい格好で反射してね反射して撮れないんですよね昼間だから、ね、あからあいまいちだないまいちだなっていうことをパチパチャッパチャっとやっていたんですよ、はい、そしたら、うん、その後ろから女の人の若い感じの女の人の声で、うん ここでもやってるんだって聞こえたんですよ。えっと思って振り返ったら誰もいないえっいやいやちょっと待って確かに聞こえたって言ったら目の前はもう大通りなんで車がバーって走ってると。で車通り俺は見ててそしたらその後ろから女の人の声で「あ本当だやってる」って言わたんです。 パって見たらもちろん俺写メ撮ってるから、うん、そのポスターと俺の距離って写メを写す距離なんで人が入れる距離はないんですよえ何、うん、と思ってポ今ある角度としてはポスターの方を俺は見てるんですよ、うん、え何何何みたいな、うん、そしたらさらに後ろから「うん、ね,えね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 え」って聞こえるんですよ、うん、女の人の声で、うん、え何 ってみたらこう大通りに車道種は何か、うん、分かんないですまあセレナかなんかだったと思うんですけどそこの助手席からちょっとねちょっとヤンキーっていう、うん、金髪とまでは言わないけど<あ>割と明るい髪した、うん、ちょっとねきれいめの、ね、20代後半ぐらいの、うん お姉さんがね、ねえねえって言ってるんですよ。え、何、何、言ってみたら、そうそう、そこの帽子のお兄さんって、俺に言ってるんですよ。ええってえ、俺ですかって言っそうそうて言ってみたら、その運転手に、たぶん彼しか、なん旦那かわかんないですけど、腕にめっちゃ立ってく屈強な男みたいな感じなんですよね。で、その男性も、俺のことをちらって車なんか見てるんですよ。 何ですか?」って言ったら「お兄さんさ今見えたでしょ」って言うんですよ。え何がですかって言ったら「今さ見えたでしょ」って言うから「えっ!」パニックちゃってよく「あわ分かんないっす」これさ言っときたいんだけど「今見えたやつやばいから気をつけてね」って言ってブーンってえすごいなそれ。 うん、だから、うん、俺は訳が分からなくなって、うん、あのー、駅の方向を間違えてしまったっおま <laughs> そこのオチはやっぱ大事なんですかね大事なんだろうさ。<laughs> だからその,あの言った時に <laughs> 赤い「赤い帽子のお兄さん」って言われたんで、はい、だからあの時はキャップが。はい 大事なんですこの話には。ということ赤い帽子はそうか赤い帽子だからね。赤い帽子のお兄さんって言われたんで俺は。だからキャップをかぶってなかったら俺は呼ばれてなかったかもしれない。でもじゃあその人たちが何が見えたかっていうのは全然わかんないんだじゃん。じゃかんないです。だその人たちはいつからいるのかもわかんないしだからその女性っていうのがこのヤンキー風のお姉さんが。 たま感があって、俺がキョロキョロしてるところを見てそこにこの世のものではない何かを見たのかっていう解釈にしかできないですよねないないっすしかもあの声が3回ぐらい聞こえたってことでしょそう、うんいまあ、3回目は本物の人間だったああ3回目はねそこう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 そ,<う>それ、うん、だから正直三茶のポルターガイストよりもこっちの方が怖,っでっ方が怖いっすねそう だからそのこっちでもやってるよっていう声は一体何だったのかなって思ってそれ,それが今俺別に見える人間じゃないんで今見たの危険だから気をつけてねって言われたのも怖いしはあすごいっすねその話何なのかわけが分からなかったですただねその会社堂さんが後ろから声聞こえたとかだったらわかんないけど その、<laughs> えっと、車に乗った全然知らない人に声かけられてっていうところがちょっとね、<れ>リアルですね。わざわざ車止めて言うかなわざわざね。っていう感じなんですよね。しかも結構ギャル系の人で見える人い,いますもんね。まあ、ギャル系、ヤンキー系で霊感強い人って結構いるイメージがある。あ<ー>いい、いい話ですね、それ。 いや、いい話で、うん、それや、やばいから気をつけてねって言って以来、俺何もしてないです。その、条、まあ、例とかそういう,うん。でも、そしたらじゃあ、そこで、会社道さんが聞いた声っていうのは、あのー、横沢プロダクション関連の幽霊で、世間で、まあ、これが騒がれてて、映画やってるってことが分かってるから、わざわざ池袋まで、どこでやってるのかって来たっていうことですかね。 来たってことはあ<ー>。わかんない。全然だからもう、うん、わかんないす、ね、です。でちょっと面白いですね、この話。だってその、なんつうのかな。幽霊だとして、その会社とさんが聞いた声から考察をするに、うん、幽霊のその、なんつう、人となりというか人格が伝わるじゃないですか、その内容から。こういうことに興味をも、うん、持つんだな、みたいな。 だからワ,ワンチャン、はい、このラジオを聞いてくださってて、はい、それ心当たりがあるという方は、ぜひ僕に連絡してください。確かね、ちょっとばーって行くときに見たのが、うん、所沢ナンバーだったと思うんですよ、ね、<ー>所沢ナンバーの青の、おそ<ー>らくセレナだと思う。 なんとなくで悪くないぞ、俺<ー>。車の詳しくないんで。でその時に、チェッカーズ帽子かぶってたら、会社藤さんって分かったんじゃないですか。よし。興味ないじゃないですか、ね<笑><笑>まあ。そしたら、そしたら、そのギャルのお姉ちゃんはなんて声かけたのかな。そこのチェッカーズのお兄さんみたいに言われたんですかね、そしたら。なんて言うんだろうね、それ。<laughs> あそまあでも確かに目立つ赤い帽子だからね、声かけたっていうのは確かにあるかもしれないですね、それは。 思ったよりすごい話ですね、あ<ー>これ。あそうっすか。だか俺はその映画よりも正直こっちの方が怖い。っすね。すねなんだ真っ昼間ですよ。昼間。ありますそんなの。あか幽霊が結構割と昼間に出るっていうのは聞いたことありますけどね。あ出るんすか、うん。なんかその大曲が時、夕方とか昼間とかの目撃量は意外と多いって。あ、ね、あ。そうなんだあ その例って何なんだろう、ね、横沢プロダクション出る例なのかなそしたら。<laughs> 横沢プロダクションは今どうなんですかうもう、なんか、旬は過ぎた感じですかもう上映は終わった。っ僕の中でってことですか世間的に。世間的に。世間的に,世間的にはちょっとなんか、下がってるようなイメージですけどね。うんあー 今はちょっとあれですね、旬の。強すぎた感じが正直するかなって、僕の中でも若干ちょっと、燃え上がる炎は若干小さくなった感じはあるんで。まあ小さくなりますまあそのあとに、ほらトランプの暗殺未遂事件もあって。ばかでかいの来ましたからね。ばかでかいの来ましたからね。そっちに興味はいっちゃいますよね、やっぱね。それはいくでしょう。 まあでも、あの、この間も会社とさんと話したみたいに、あの、全部がインチキではなくて、心霊現象的なことはあるんだけど、やっぱりその続編で当てなきゃいけないから、うん、映画だから。だから仮面の男と最後の天井からぶら下がるやつを、うん、まあ演出としてぶち足したんじゃないかなっていう考察はやっぱちょっと多いですね、世間的には。うん、まあ、それでいいんじゃないですか、そういう見方で,でもそうなんじゃないかなとは思うから、 それで、まぁ、ちょっと、うん、あの、大人になってるっていう感じですね。うん。うん、それで。まあ、でも、その、シネマローサの話はすごいっすね。だから、あそこ出そうじゃないですか。<laughs> うん、超出そう。俺、カメラを止めるの時に初めて行ったんですけど、シネマローサは。いや,サいや、古くすぎますね。めちゃくちゃ古くせ中もそうだし、外観もそうだし。 うん、よくも本当ですよね。だから、こういうとこなんだと思って、であそこ自体はまあ出そうというか間違いなく出ると思いますけどね、僕は。出るような気がするんですね、うん、あれ。なかなか年代物の,の映画館だと思いますね、あそこは。あ,あ、そうそうそう,そう、うんで。あのー、この話ね、オチの弱さも含めて僕好きです、これ。何何がっ,って、何がって。怒んないでください、それ。 落ちの弱さも含めて僕好きですね。落ちの弱さってこれが。はい、影響を間違えたんだろう。ほっといてね、それは。ほっといてくれ、それは。ほ <laughs> っといてくれ,それは ほっといて赤い NASA の帽子かぶったね、<当>男が迷ってるんですよ、それもそんな、それだけで、落ちてるでしょう、こそ,そんなに動く待ち合わせみたいな、目立つ帽子かぶってるのに。そこで、落ちて、落ちてるんですよ、だれ。違う、大体ね、うん、もう NASA の赤い帽子をかぶって、あの、山頂のポルタガイスと見に行ってる時点で、もうその時点で、もう落ち、落ちてるんですよ。なんで NASA の帽子かぶって、山頂ンンのポルタガイスを見に行ったの 他の帽子なかったんですかいやだからね、あの、NASA の帽子って若干つばがないから日焼けになるんですよ。そんな理由でそう、さすが NASA だああ、そうか、そうか。機能的になってんだ、そこは。そう、さすが NASA の帽子で、ちゃんと日焼けになるようにって。ちゃんと理由。だから俺は。 NASA の募集 ?NASA とチェッカーズの二択って書いてあるよ。<laughs> 違う違う、二択だ。フリーメイソンの募集もありますから。フリーメイソンの帽子もあるの俺、フリーメイソンの募集三つ持ってますから。だったらフリーメイソンでしょ新三茶のポルダガイスの。いや、j NASA だったんです NASA じゃないでしょ。NASA <laughs> だったんです、その時。ああ、だめだ。おもろい、ちょっと。ああ、ね、ちょっとおもろい、マジで。 ダメだ。何がおもろいのいやー、<れ>ちょっと俺ダメだ。会社うさん、ツボなんすよね、俺。何やってんのいやー、ダメでしょ。涙出きたわ。あー、<laughs> 他にごめんなさい。じゃあ、チェックーズとナサと<え>プリメゾンの3つだけなんですか、帽子は。まあ、あとね、うんワ、ワークワークの帽子が <laughs> あと3 <laughs> つ。つ。なんで癖強いの、全部。<laughs> なんで普通のギャップ買わないの ねえ。って、ワークマンはほら安い。安いだって、帽子で190円。そんな安いっすか。しかもおしゃれし。ああ、まあおしゃれらしですね、今ね。おしゃれだし。ワークマンファッションに凝ってた時期。ちょっと待って。笑わそうとしてんでしょうね。違う。結構、戦略的でしょ、実は。ワークマンの。 なんでこんなセリフいや、頭はいい人じゃないですか、だって。いや、笑かしに来たわけじゃないで俺。ワークマンのファッションをしてた時期があったんですよね、だから、その時に帽子3つ買ってたんで、つだから、キャップだらけなですはい、帽子はいっぱいあるんだ、じゃあ。帽子いっぱいある。あなるほどね。もう今、邪魔。ワークマンファッションしてないんですか、今。ワークマンファッションはトレーニングする時にやってますよ。そうか、トレーニングされてるんですね。シャープですもんね、体ね。 トレーニングしないともうねあの代謝がまあねこの年代はねそうああそっかじゃあ皆さんあのちょっと失礼ついででね聞いちゃうんですけどあのシマウマ柄のシャツはどこで買ったんですかあれはシマウマ柄あれはネットですねネットのねアマゾンアマゾンアマゾン か、楽天か。そ,そんな感じ、ね、あれ、なん検索はシマウマ柄のシャツで検索するんですかいや、違います。はい、あれは何、うん、れはだったかな違います。あれは、オシャレ、えー、何だったかなオシャレ、えー、何だったかなんか変な検索の仕方がしてたんですよ。オシャレ、アウトローのオシャレ、<laughs> アウトローのオシャレに、あと、オカルトとかさ、あ,あの辺をバーって入れたんです そしたら<そ>あ、あれがヒットした。それで楽天検索したの楽天かアマゾンだったかい。<laughs> いや、どっちでもいいけど、ね、おしゃれアウトロー何、うん、おしゃれアウトローオカルト。おしゃれアウトローおかオカルトー <laughs> とか、ああいうそ、なんかそういうのいろいろ入れたんですよ、ね。ちょっと待って、マジで笑わせって言おうとしてんでしょしてないっすよ、なんでこんなそんなの、そんなの家で一人で検索するやついないっしょだって。 なんで、ちょっと待って。ちょっと待って。<え>なんでオシャレとアウトローを一緒に検索したのわかんないっす。<laughs> その時はアウトローの気分だった。オシャレ、アウトロー、オカルト、アニマルだった <laughs> <laughs> アニマルだったかもしれない。アニマルだったかもしれないの <laughs> <laughs> マリコさん、そう。アニマルだった、ね。やばい、ちょっとおもろい。ああ、おもろい。ああ、おもろい、ほんとに。おもろくないいやちょっと待って。 俺も忘れなくなる。う,う俺もうもう一回シャワー浴びなきゃダメだ、俺、今日。何やってんすか、ね、ああ。おしゃれ、おしゃれアウトロー、オカルト、アニマルで検索したらあれが出てくるの <laughs> あれが出てきた気がします。うん、なんかもう忘れち,ゃったちょっとごめん、あの、ごめんなさい。失礼ついでに今アマゾン開くんで、検索していいですかじゃあ、うん。どうぞ。おしゃれ、うん、出てくるかどうかわかんないです。うん、俺もアマゾンで買ったからだいぶ前なんで。おしゃれオカル、アウトロー、オカルト。 アニマル。出てきた <laughs> オカルト実用大全っていう、秋山ま、ま、正ささんの、誠ことさんかっの本が出てきましたね。いや、本じゃダメでしょ。ファッションで検索してる。あ、そうかそうか。えっ、ー、と、そうかそうか。なるほどなるほど。すべてじゃダメなんだ。そう、すべてじゃダメなんだ。んファッションでやんなきゃダメなんだ。そりゃそ,そうだこれで出てくるわけない。 あ普通になんかあの、バホメットの T シャツとか出てきますね。あ、ほ<ー><当>これじゃダメなのかななんであれ出てきたのえー、それすっげえ見つけたよ、あれ。なんであれが出てきたのかはわかんないです。うん、でも、うん。だからちょうどいいかなと思って、ね、あ、全然出てこない。うわ、ちょっと、見つけたくなりますね。ちょっと待って。うん、オカル、オカルと、シャツ。おしゃれアウトロオカルとシャツ。 ああ、出てこないなーちょっとなんとしてでも。アニマルはアニマル,ニマルおしゃれアウトロー、ルオカルトアニマルシャツアニマル。<laughs> アニマル。あ、バフォメットがだから出てきちゃいますね。バフォメットあ。あの、ヤギだから。俺何で検索したのかうわ超検索して。ちょっと待って、じゃあ、おしゃれアウトロー、オカルト、えー、シマウマ。 これで。多分俺、シマウマだった絶対出てないんだけど、多分そうい、そう入れないと出てきこなさそう、ね。普通にシマウマの柄の T シャツが出てきちゃいましたね。そう。ああ<ー>。ゼブラ柄シャツとかで、あれは出てちょっと後で時間を取って検索します、これは。うん。いやー、ちょっとごめんなさい。もう俺結構お腹いっぱいぐらい笑わせてもらいましたなんでですかいや、最高っすね、本当に。<laughs> あに。ありがとうございます。 うん、検索してるんですか今何で検索したか分かんなかった <laughs> あの何購入履歴とか,買ったらだから忘れるから俺はその場で買うんすよ、うんうん、あなんか似たようなの出てきましたす、ねうん、あのゼブラ柄シャツで入れ,る、うん、入れたら似たようなものが出てきて、うん、ゼブラ柄シャツで出てきたら普通じゃんでもいいじゃないでか普通て <laughs> あ、でも僕出てこないっすね。うん、本んと出てくる。へぇ、えー。ただ、全く同じではないですけど。いやー、ちょっとそっか。しかも何聞きたいことがこれってどうい,うことですかいや、聞きたい。あたあっ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 た。あったあった,あった,あったやん、やんへんってところ。バッキバキ。ああこ,れこれだ。でもこれね、<ー>ちょっと違う気がするんだけど。違います、ねこれかな あれ ?t, tqg じゃない似てますね。これじゃないですか、多分。ちょっと待って、僕の、あの、あれにアップしましょうか。僕のツイッターにちょっとこれアップしましょうか。<何>うん、今多分、X のリスナーは意味がわかんないと思うんですよ。<laughs> いきなり何スタイフライブの時たまにやるんですよ、これ。 じゃこれ見て、俺とさ、うん、ほら、リクさんたちの、うんはい、あの、下北のライブ行った時に、俺、それ着て、はい、着てるんで、ちょっと。じゃましょう。じゃあ、俺もこれ買ってきていこうかな、俺、はい、その時いやいや、ってください。<laughs> 俺、俺、着ていかないよ着ない。着ていかないっすか前ジね、俺<は>、俺だって、チェッカーズ帽子買って、あれ着て、ニージーンズ履いていこうかなと思ったんだけど。 スキニーじゃないって言ってましたね、の間ね。スキニーは履いてないです。アップしました。これ多分ね、モデルも会社とすんだと思う、これ。俺の X、俺の X 見てくださいよ。そんなわけないでしょ。いやー、ちょっとね、あの、ありがとうございます。今日やってよかったっす。この配信。じゃ終わんない。終わんない、終わんないけど。じゃあちょっと戻していいっすか、そしたら。 戻しましょう。このままお笑いに行きたいぐらいやばい、やばい、やばい。これはちょっとやばいですよ。これ、リスナーさんに怒られる怒られますね、これね。期待したものと違いますよね。そうそう。だからトランプさんの話とかしないと。そうですね。トランプさんの話。その前にですよ。キリスト教関係でちょっと聞きたいことがあるんですよ。ダヴィンチコードって映画あるじゃないですか。 ダヴィンチコードに出てくる、あの、自分の体、足とかももとかをやったら痛めつける人いるじゃないですか。シラん知らそう。で、あの、白髪に、全身麻酔に。そうです、そうです。で、あれちょっと調べたら、オプスデイっていう組織っていうふに出てきて、あの組織っていうのは本当にあって、本当にああいうことをしてるんですかっていうのをお聞きしたかったんですよ。はい。 えー、ミュージシャンそして都市伝説テラあのー、今回もね前回の会社堂さんのゲストにと同じように、えー、途中で終わってしまっているのでちょっとここで一応ナレーションを入れておきます。はい。えー、この後の続きはですね概要欄にリンクを貼っておきますので。 えっと、スタンド FM の方で続きが聞くことができます。えー、ウェブからでも聞くことができると思いますので、えっ、ー、とダウン、アプリをダウンロードしなくても、えー、聞けると思います。はい。えー、この後ですね、やはりあの、ちょっといろいろ香ばしい話が続きまして、最近 YouTube も厳しいので、えー、YouTube にアップしていいですかって言ったら、いい,い,い無理でしょ、無理でしょって、あの、会社同さんのね、 えー、今回、会社堂さんゲスト会なので、会社堂先生のやっぱり、あのー、言うことをね、尊重したいという気持ちがありますので、これ以降は YouTube にアップせず、リンク先でお聞きになることができます。はい、ちなみに、概要欄にも書いてありますけど、この後はですね、えー、ダヴィンチコードに出てくる自称行為を繰り返す、OpsDay という集団。 の話とあとスティグマータ現象っていうねこれ聖根現象っていうんですけど、えー、キリストが受けた、えー、キリストが貼り付けになった時に受けた、えー、傷と同じ場所にキリスト教の信者の人が、えー、傷ができてしまうという聖根現象というのがあってこれはまあ奇,跡奇跡の現象の一つとみなされているんですけどそれの真偽の話とかね、えー、あとヨハネの黙示録の話これ面白かったですねやっぱりその 海斜堂さん専門なので、うん、聖書に関しての話はねで、えー、ヨハネの目視録っていうとね世界が終末するっていう終末予言に結びつけられることが多いんですけどもあれはだよと、うん、シャドウ先生がバッサリと、えー、切ってくださっておりますはいこれ面白いですでそれにまあ関連して聖書の暗号っていう有名な、えー、都市伝説がありますけども この聖書の暗号に関しての話もですね、ちょっと、えー、話をしております。で、僕と会社道さんのね、意見がちょっとずれるところがあって、えっ、ー、と、そこはまあ、全然、あの、議論ということで、全然口喧嘩にはあのなってないと思いますので、そこも、あの、聞きどころかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、もし会社道さんが怒ってたらごめんなさい。あ <laughs> あのあの はっきり意見を言っちゃって申し訳ないという感じなんですけど、大丈夫なんじゃないかなと思います。あと、その後ですね、トランプ、トランプ元大統領の暗殺未遂事件ありましたね、この間。これに関しての話をですね、がっつり2人でしておりますので、まあ、会社道さんが主に話してくれていますが、えー、とここも非常に聞きどころだと思います。はい。で、最後、会社道さんに質問しようというコーナーがありまして、 リスナーさんから会社堂さんにいろいろ質問するんですが、これね、結構お笑いポイントいっぱいありますので、今回の配信はちょっとお笑いポイントがね、いっぱいあって、僕的にもかなり楽しかったので、えー、ここも合わせて聞いていただきたいなと思います。トータル、えー、今回のこの YouTube 配信も含めて3時間ありますので、ぜひぜひアーカイブは残しておく予定なので、えー、アーカイブが残っているうちにね <laughs>、えー、聞いていただければと思います。 はい。というわけでございます。途中で切れておりますので、一応、えっ、ー、と、こういったですね、ご説明をさせていただきました。はい。とりあえず最後まで聞いていただいてありがとうございました。くだらりくでした。